行きましょう。じゃあデカキンさんの真似俺がやりますわ。はい、バケモンだろお前。そいつがなんで盗聴器持ってんだよ。盗聴器発見器持ったバケモンが気持ち悪いだろ。そんなやつ出てきたらちょっとこれ持ってきて。意外になんか他のバケモン不審というか、他のバケモン不審な盗聴器持ったやつが。盗聴器持ったバケモン、盗聴器持ったバケモンじゃねえんだってお前。はいはい、なんで俺の方向いてやねん。はいはい、なんで俺の方向いてやねん。いや、俺言ってないやん。いや、リズメしましたね。はいはい、リズメしましたね。リズメしましたねじゃないんですよ。お前らのリズメした瞬間俺分かるからな。リズムした瞬間お前見るから。分かったら何なんじゃん。だったら何だよ。よし、じゃあ真面目にいきましょう。真面目にいきましょう。ブーハロー YouTube。 村井さん、こんなんじゃないけど、盗聴器持ってきましたよ。デカキンさん、おお、ありがとう。それなんだ、それこれで盗聴器で、ありがとう、ありがとう。このアップバンクの中に何かあるかもしれないですよ。お、あー、大変だ、大変だ、それ大変だ、大変だ。探しましょう、探そう、探そう、探そう。どこにあるかな。片山そんな風になってねえでやんだ。どこかな。そんな風になってねえ。どこにあるかな。おどこだ、どこだ。リオナルドか。あ、お、村井さんの、村井さん、村井、村井の乳首にある。お、俺よ。ちょっと待って。一回やり直して。一回やりなさしてくれ。俺なんでめっちゃむずいわ。ちゃんとやってください。俺めっちゃむずいわ。俺とか言わないで。なんであんな当たり前にできるの。ちょっとやばいわ。狂った空間だった今。全員まともな人してるもいなくて狂った空間で、俺もおーおーとかやらされて、俺の乳首からまた盗聴器発見されて、パニックしかならなかった。狂った空間です。せめて違うところで盗聴器発見してくんない。俺に盗聴器を俺でまで発見されたらもうアウト。ちょっとそれはいただきます。どこにあるかな、どこにあるかな。アックス村井です。あ、おどうしよう、私の会社に、どうしよう、なってる、どうしよう、どうしよう、大変なこと、どうしよう、デカキンさん、ダメだ、どうしよう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 、先輩聞かれてる、村井どうするんだ、これ、どうしよう、どうしよう、一回、俺が見られて、これ、どうするんだ、これ、どうしよう、どうしよう、これ、どうしよう、マックス村井、どうするんだ、これ、どうしよう、これ、アップバックに突き刺す、これ抜いたやつが、盗聴してる。どうしよう、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 アップバンクに突き刺す。死んだ。あれ、あれ、あ、分かった。ちょっと頼むからこの子使わないでくれ。悪いんだけど。めっちゃ使いますよ。悪いんだけどここ使わないでくれるか。でもこんな感じかな。はい。テッテレはしなかったですね、今。そうですね。いや、テッテレ、テッテレやっと、やろう、やろう、やろう。どうやんの、これ。あ、テッテレ。ポンちゃんは、テッテレ出したら誰、デカキンさんが出すの、うん、そう、ポンちゃんはデカキンさんが出したらいいんじゃないですか。そうそう。じゃあ、だから、デカキンさん役なんだから、じゃあ、俺出します。デカキンさん、テッテレって言って、出します。どうしてんの、いつも。うわーって言うだけ。いつもテッテレ。そう、じゃあ、ありがとう。ちゃんと。ちゃんと。それ、やりますよ。やりますよ。ちょっと。おもう、本域のやつやってください。マックス村井だと。いや、あの声を俺出しにくいよ。自分はマックス村井だと。もう入り込んで。いきますよ。マックス村井。よかった。ここにある気がしますね。マックス村井です。全然な。あるよ。ここにあるってこと？わが物語。やばい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 。マックス村井もどうする、これ。マックス村井どうする。マックス村井どうする。マックス村井どうする。どうする。これ、登場させる。マックス村井どうする。聞かれてる。なんとかして。もしもし。もしも。ちょっと。もしもし、聞こえますか？これ、
お前の責任か。いやいやいや、絶対違うだろ、絶対違うだろ。前の責任じゃない、俺の責任じゃないっすね。一番俺悪くないでしょ。あなたでしょ、お前の。いや、違う、お前なんで俺普段やったかったですか。俺普段できてますね。てんてれって言ってやったじゃん。いや、絶対わーってやったじゃん。ありがとう、リオナリースてかーって、ありがとう、リオナリースって言ってるじゃないですか。そうっすね。見たことない、見たことないな。あ見たことない。あ、コラボ先来てんのにまさか見たことないじゃん。ドッキリいつも見てますね。前言ってたもんね。あ、ドッキリ。いや、正直ここは10秒飛ばしてる。あ、うわ、本当のやつだ。もう、うわ、これ。うわ。いや、あの、途中までは見んだけど、てってれってなったら10秒飛ばす。うわ。じゃあその後は見てない。ああ。ちょっとお前ら、泣いても明日って見えねえからよ。おめえらが。トゥン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 トゥいや、ほんと悪かった。二人には悪いことしたなと思ってるけど、ちょっとこれ、後半、もっとテンション上がってる時に撮るか。ちょっとまだ本気じゃないから、ちょっともう一回、編集できるもんな、YouTube って。そうっすね。よし、見てるから。もう大丈夫かな。大丈夫。はい。とにかく、この時、やっていきましょう。よし。これやっぱむずいな。村井さんのあのモノマネすごいな。いつもあんなできてるって。完成度。いや、やってみた方がいい。一般の人も、なんかやってみた方がいいわ。やってみた方がいい。あれやったらできないもん。おおおおとか。できない。あれできない。だから、ちょっと悔しい。そういうキャラに入り込むのが、自分捨てれてないんだろうな。可愛い声しかやったことないから俺。あ、どうも。何がっていう声しかやったことない。それやったことあるんですか。これはやったことあるわ。この声だったら村井さんできるけど。いや、ちょっとその村井さん、今回マックス村井です。でもマックス村井さんじゃないもんな、それな。こんな声出さないもん。お前もどういうこと出さないだろ。俺出さない。しょろ。それいつ出すんですか。その可愛いとこ。これ赤ちゃんのモノマネしたりとかそういう。赤ちゃんのモノマネするタイミングあるんだね。うん、まあそういう時に出すけど、悔しいわ。よし、やろう。え、何を何がさっきまたこれをやらされるのかと思って、またこの村井さんのモノマネをやらされてるのかと思って。